おはようございます。日本共産党葛飾区議会議員の中江秀夫です。菅首相は昨日任期満了に伴う自民党総裁選に立候補しないと表明しました。無為無策の新型コロナウイルス感染症対応や東京五輪の強行などによって内閣支持率が過去最低水準に落ち込む中、国民の世論と運動に追い詰められての退陣表明となり、約1年で政権を投げ出す結果となりました。これは菅首相一人の問題ではなく、9年間にわたる安倍菅政治そのものが破綻したということで、自民党と公明党政治そのものの破綻です。今自民党総裁選が行われようとしていますが、誰がなっても破綻した自民党政治の枠内では変わりません。今求められているのは政権交代です。野党は安倍政権の時から立憲主義、民主主義、平和主義を変えなければダメだと共闘を進めてきました。本気の共闘で新しい政治を作りましょう。